秋田県厚生農業協同組合連合会、古東厚生病院は、秋田県南秋田郡八郎型町川崎にある、秋田県厚生農業協同組合連合会が、設置する病院である。二次利用権は、秋田周辺に所属するが、実際の、主な医療権は、立地条件から、八郎型の東にある、古東地域と、大型村、及び、山本郡三主町の一部。 片上市の北東部などである。2010年には、全身の古藤総合病院の深刻な医師不足で、救急国事病院の指定を解除されると同時に、老朽化した施設の改修が問題となって、2012年に秋田県の支援を受けて、病院を再建することが、県議会で公表された。施設については、古藤総合病院に隣接した場所に新築し、 医師の確保については、秋田大学医学部付属病院や秋田組合、総合病院が協力、支援することで、2014年5月から、古東厚生病院に改称して、診療を再開している。旧病院跡地の一部は2015年8月に、秋田県道15号秋田八郎型船の、線形改良として転用されている。専門医の人数は、 秋田医療情報ネットワークが公開している数値による ABCD 平成27年度病院名簿秋田県2015年8月13日閲覧 AB 広報第2169号国時第173号秋田県2015年9月10日閲覧 AB 秋田県議会本会議平成24年 第2回定例会第10日、秋田県、2015年1月5日閲覧、広報第2718号、国示第372号、秋田県、2015年9月10日閲覧、秋田医療情報ネットワークから、古東厚生病院を検索して表示できる、ローソン古東厚生病院、ありがとうございます。